トリース今日はね鳥を撮影してる人を見つけました何を撮ってるんだろう企画に行ってみよう鳥を撮影してる人に近づく時のマナーマナーっていうか何なんだろうね、まあ、こういうことあるじゃないこう人が「あなんか撮ってるなんか撮ってるぞ」ってでもなんかが分かんないまずそういうさ近づくマナーがなってない人ってさ見ないよね何を撮ってるかよくねよく見ないでまず来るじゃない。 その時絶対やっちゃダメなんですね。絶対やっちゃダメなんですね。斜め横切り。ここさ、ここ絶対鳥から最短距離にならない、これ。ここ。ここで飛ぶんだよ、鳥が。この辺りで。この辺り通過するときに鳥がパーって逃げちゃうわこうやってね。これ斜め横切り絶対やめよう。この斜め横切りでさ、鳥この辺で見つけるじゃん。止まるんだよ。鳥ますます飛ぶよ。歩いてればまだ飛ばなかったのが飛んでくんだよ。 このカメラマンさんが撮ってるのに、ここでさ、自分が最短距離で立ち止まる撮り始めるないなぁ。ないなぁ。ない,な, <laughs> ないのにこういう人いるんだよね。こうさ、一回まっすぐ行って、こうやって曲がろうよ。これバツ。これ丸。これ。これだよ。もちろんさ、すごい知ってるフィールドで、そこでカワセミ撮ってんのあれか。わかったぞ。じゃあ斜めに行こうってあるよ、あるよ。 だけど基本これ鳥もわかんないんで何撮ってるかわかんない時斜め横切り禁止こう遠回りしてる時ちゃんとねその時立ち止まって大丈夫かなって見ようそれから鳥探そうちょっと角度変わったら見えるかもしれないじゃんでもっといいのちょっと先カメラマンさより後ろから回り込むこれ二重丸だねこれだよこれ指摘したことあるまああるか、まあ、とにかくさ何かマナーのこと言うとさこうした方がいいですよとかさ ああ、だから飛んじゃったよとか言うと、知らなかったって言うんだよ。1年でも2年でも3年でも4年でも5年でも関係ないよ。知らなかったんじゃなくて、えー、鳥や人への気遣いもできないし、考えても来なかったっていう結果だよ。知らなかったで済まそうとすんだよな。絶対知らなかったじゃないよ。だから誰にも言われなかったから、じゃなくて自分で考えつくこと。この距離だったら鳥飛んじゃうなとか、あこの人撮ってるのに飛ばしたら悪いなって思ってないってことだよ。思ってても気迫。<laughs> そういういこと。それからさ後ろから行く場合あるじゃん最初からここからその時さこの人座ってるわけね座ねこの人立ってるわけこの時さすごく甘い低姿勢ですごーく甘い低姿勢でダッシュとか小走りで来る人いるじゃん、まあ、それも鳥の様子見てたらまあそういう時もあるけども何を見てるか確認しようよでそれでも分かんなかったら甘い低姿勢ダメだよ雰囲気のあれ絶対雰囲気じゃん 雰囲気じゃない低姿勢で、ちゃんと近づくんだけども、一個のコツは、この座ってる人の影で行くんだよ。影。ここから、真後ろから。真後ろから。ところがさ、考えてない人ってさ、この辺から行くんだよ。この辺から低姿勢で来るんだよ。ここ丸見えじゃん。真後ろで影を使うの。このカメラマンんを遮蔽物みたいにして、そろそろとゆっくり行く鳥見ながら。ここもそう、見えないように行こう。あとね、 ラストダッシュ俺もやったことあるけどねそれでだんだん気づいてきたんだけどそーっと歩いてるじゃんそーっと歩いてるじゃんもうすぐゴールじゃんここ並べるじゃんもうすぐ並べるじゃんそのゴールになると小走りでタタタタっていくの分かるそうそうタタタタっていくラストダッシュと呼んでいるけどねそれで飛ぶこと多いねラストダッシュして三脚ゴーンバーンって飛ぶねあとさ座ってる人の子に立っちゃダメだよ これもうね、あの、バーダーの8割知ってるからね。座ってる人の子に立たない <laughs>。これ知らない2、3割の人いるんだよ。知らないんじゃなくて、普段鳥をどうやって通ってるか、普段そのこと考えてないかよくわかる。考えてない人だよ。知らなかったじゃないんだよ。気づかなきゃダメだよ。鳥通ってたり見てたら、それ考えながら鳥と付き合わなきゃ。今日は口調が荒くなるよね。えっ、ー、と、まあ、まとめると、 鳥をを撮ってる人を見つけました何の鳥かわからないな探してみたけどわかんないな鳥取ってる人のそばに行って聞いてみようとか一緒に撮ろうと思ったら遠回りしてください遠回りじゃなくて斜め横切りやめてくださいそれから途中でちょっと立ち止まって様子見ようこのカメラマンさんが鳥との最短距離にいるかもしれないじゃんこれ以上ちょっと動いたら飛んじゃうような状態かもしれないからこの途中で様子見ようで,すできればちょっと後ろに下がって後ろから回り込むいいねいいね美しいねそれから あの後ろから行くときもね、真後ろからそろ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 と行って、なんか撮ってる行こうみたいな。で、斜め横切り、これ本当ダメだから。ダメだから。それからなんか言われたときに、えー、知らなかったって言ってるけど、あの、その知らなかったって言われた側は、あ、この人身勝手な人だなっていう認識だからね。ごめんなさいがいいよ。知らなかったっていう人はもう気遣いもできない。鳥のこと考えてない。ね、人のことも考えてないっていうのを自白してるよもんだよ。あ、ごめんなさいだよ。うん、せめてね。まあ、そんな話を今日はしました。トゥリース。